田口五郎は NHK 職員で科学文化部長、ニュースウォッチ Q アンカー、編成センター長、NHK 福岡放送局長などを歴任。現在、NHK グローバルメディアサービス専務取締役、大分県生まれ。大分県立大分上野旧高等学校を経て、一橋大学卒業。 大学卒業後の1980年4月 NHK に記者として入局。初認知は高知で、その後は長崎本部報道局に勤務した。この間、日光ジャンボ機事故や東海村臨海事故といった航空・原子力事故関連の取材を行い、日本のこれからの立ち上げにも参加した。2008年3月31日。 報道局科学文化部長の肩書きのままで、肺の病気で療養していた、解説委員の柳沢秀夫、その代理を務めていた、藤沢秀と史料名の正式な公認として、ニュースウォッチ Q のアンカー、編集長に就任した。2年間の任期中、北海道東野湖、サミット、2008年、アメリカ合衆国大統領選挙の取材、報告を、現地から言った。 科学文化部長職については、番組専念のため期間中他のものに変わり、2010年度改編で大越健介にアンカーを譲った後も、しばらく編集長として番組に関わった。2010年6月付の幹部職移動で、報道の現場を離れ、編成局編成センター長兼 NHK グローバルメディアサービス取締役。 2012年6月12日付移動で NHK 福岡放送局長となり、九州公共楽団副理事長、福岡ケーブルビジョン理事、福岡アジア文化省委員会委員、福岡県防災会議委員、九州地方整備局九州風景街道、推進会議委員等を兼務。 2015年報道局付 NHK グローバルメディアサービス取締役企画事業担当を経て現在専務取締役経営企画担当趣味は山歩きゴルフオートバイありがとうございます